はい、こんにちは、人造です。今回ですね、極限降臨ラッシュ一人専用、これに潜入していこう。で、この降臨ラッシュですね、詳細こちらって見ていくと、そう、これですね、レアドラゴン必ず出現って書いてあって、で、必ずなんで絶対ドロップするんで、まあ、これは上手いなっていう、確実に上手いなっていう気もする。で、期間が分かれてて、昨日でチーリンドラゴンで、明日から明後日がエリスドラゴンで、27、29ブラフマーで、30、31シェヘラザードで、4月1日、3日千里ドラゴンで分かれてて、で、まあ結構ね、まあ、この、まあ、チーリンとかどうだろうな、まあ、チーリンは何だろう、昔やってたイベントで乱獲した人いっぱいいると思うんで、まあチーリンはまあ正直美味しいけど、本当にエリスとかブラフマーとか、まあ、ここら辺の千里とか、まあ、ここら辺が美味しく感じるんで、まあ、エリスを結構枯渇してる人がなかなかいるんじゃないかと思ってるんで、まあ、明日が美味しいかなって個人的には思うかなっていう。で、今日はちょっと百花繚乱3ちょっと潜ってみよう。で、パーティー組んだんですけど、とりあえずデータパーティーで周回専用機、周回専用マシーンになってるけど、継承が、これがバインドとスキブで、バルキッティシエル、これスキブですね。スキブと、この武器ね、何の武器かって言いますと、アルキオネっていう聖騎士のアルキオネの武器なんですよ。最近追加された武器で、結構2ターンチャージもあって、わりかし優秀な武器ですね。で、それこれつけてます。で、ハンスもいいですね。ハンスも1ターンチャージで、で、無効貫通スキル持ってるんで優秀ですね。で、レオナに5連ガチパワーね。で、アリエルにも5連ガチパワーで、デイトナにフレンドさんがポムポンプリンかな、やってこう。結構俺も多少周回したんだけど、なんかボスっていうか、敵がやっぱりなんかめんどくさいなめんどくさいんで、やばいなこれ。待って、回復消せないか。待ってね、ちょっと待って、これ撃って、間違えたかも。撃つ順番間違えたかも。で、これ撃って、間違えたかな、ちょっとミスったかな。まあいいや。で、これで消せない回復して、OK。いいね。で、これで、でもあとはもうウェイ組むだけ。あとはもう本当に淡々とウェイを組む。それだけの作業、OK。さあ、これで、いや、待って、ちょっとさ、話めちゃめちゃ変わるけどさ、部屋がっていうか寒くない寒くない、今日というか、もう最近寒く、こんにちは。最近めちゃめちゃ寒くない？なんか本当に、ああ、そうか。お邪魔耐性プラスじゃなくて、お邪魔目覚め耐性つけた方が良かったかもしんね。これちょっと反省点。ここ、毒目覚めじゃなくて、お邪魔目覚めの方が良かったかもしんない。で、寒いよね。本当に。で、俺さ、結構その暖房つけずにいるんですけど、今暖房つけずに撮ってるんですけど、暖房ちょっとさ、なんかあれじゃん、電気代かかるじゃん電気代かかるかさ、ちょっとさ、我慢してんだよで、 OK、 データ使って、で、こう行って、まあこんなんでいいかな。パズルが結構今日悪くないぞ。 OK。 で、チーリンゲットだぜ。サトシゲットだぜ。オッケー。で、チーリン俺ね、結構持ってるんで、まあ正直いらなくはないけど、まあエリス、どっちかっていうとエリスとかの方が欲しい気もする。で、ビーザル。ビーザルめんどくさいね。ワンチャンカットするかも。ワンチャングダってカットするかも。でもこれさ、ウェイいっぱい組んだらすげえ火力出そうなんだけど。こうして、いや、パズルしてるとき本当喋れねえな俺。パズルしてるときは本当に喋れない。あ、目下手くそ。すっげえ下手。ちょっと小田裕二とワンピースのルフィが混ざった感じのちょっとモノマネになったけど、一角ね、まだらめ。オッケー。で、打って、ちなみに倍率、円破倍率 3.1 倍。まあ、この子たちがいっぱいウェイ持ってるんで。まあ、なかなかに高いと。で、
こうしてこういって、いや待って、あ、まあ、結構落とし、偶然この右が落としになった右の回復が落としになってる。これ偶然ですね。偶然という名の出演。やってこう。あ、ワン、ツーパン？え、つえめっちゃつえじゃん。ツーパン？待ってください。あ、でもこれ属性吸収持ってるんで、どこも、ハンス持ってるんで、ちょっとゲップ出そうだった。で、撃って、これ撃って、ツーパンで攻めようか。あー、ちょっと多いな。やっぱりシャックリ出てきた。すげえシャックリが出てくる。どうしよう。助けて。難しい。ちょっと1ウェイにしよう。1ウェイっていうか、もう本当にこれはやむを得ん。やむを得ない。で、あ、ツーパンできそう。え、強くない？本当に強いね。本当に周回専用機になっちゃった、デイトナ。昔はデイトナってさ、なんか攻略ですげえ強いとか言われてたけど、今はもう本当に時代が変わっちゃって、周回専用機になっちゃったんか。まあ、それはそれでいいけどさ。それはそれでまあいいんだけど。さあ、これで。あー、右端がごげしになってた。OK。副属性も光が多いから、わりかし火力出してんな。ヘキサゼオン大丈夫？これ半減あるわ。よかったよかった。ヒヤッとした。ヒヤッとジャパンスカットジャパンね。スカットジャパン終わっちゃったんだよな。で、こうして、ね、回復しようかな。 OK、 こんなんでいいや。もうこんなもんでいいじゃん。で、回復して OK、 17コンボ。これでまあ両サイド倒して OK、 いいね。なかなかに楽しい。で、まあめんどくさいけどね、ここの男女結構めんどくさいけど、まあ、結構ゲームどのゲームにおいてもさ、あれじゃない、やっぱりクリアできたらとか、勝ってたりしたり、クリアできたりしたら楽しいよね。スマブラとかもそうじゃん。マリオカートとかもそうじゃん。勝てたら楽しいってやっぱあるじゃん。そういうのはやっぱり。でも負けても楽しいっていうのはちょっとあんまりないだろうけど。で、打って、デイトナ打って、デイトナやっぱ強えわ。久々に使ったけど、かなり強い気がする。で、いきます。まあ、ちょっとこのパーティーがさ、参考になるかちょっとわからんけど、まあ、まあ、長い、あの、温かい目で見てくれや。で、共鳴消えました。で、半ソロじゃなくて、なんで半ソロが出てきた。デイトナ打って、これ落としにしたいな。ちょっとだけ、うん、こんな感じで、闇を落としにして、OK、これで、あとはもうダメージ調整。本当にダメージ調整だけか。で、結局なんか使わなかった、あんまり。この、ハンス使わなかった、あんまり。で、ロック解除しとこうかな。ロック解除しといて、アリエルで。で、あと、一旦ね。まあ、さすがにワンパンは無理っしょ。ワンパンっていうか、この、半分削らないっしょ。まあ、で、ここ一応、でも怖いから、3にしとくわ。3にしとこう。ウェイウェイ3。2ウェイ2個3。2ウェイ2個3。あー、こんなもんなのか。いてえ。ならば、もう、ウェイ、このルーレットしてくれたんで、これ、ウェイもらって、間に合うかな。OK。あ、OK じゃない。回復なかった。落ちてきて、回復。あー、やっちゃった。いやー、マジで、ちょっともう一回来ていい？ごめんなさい、ちょっと、うん、そうっすね。4万6000ね。ギリ耐えれるわ。OK。え？こう、危ねえ。危ねえ。何してんの、俺。デイトナ初心者やん。さあ、戻ってきたぜ。で、ね、ヘキサゼオンが出ましたね。ん？何言ってんだ？俺、画面見えてる？純像画面見えてる？ジュルレガートですね。ジュルレガートが出てきました。で、
OK 耐えて、いやこれさ無効貫通3ターンかと、ちょっと削れるなら削っていいよ、削れなかったら削れなくていいよ、どっちでもいいよ。で OK これで回復して、これロックオンした方がいいかな、 LG した方が良かったか、あちょっと削るか、若干削るか。でハンスほんと強いこの子めっちゃ強い。で毒目覚め、さあ戻ってきたぜで黒ヘキサゼ女で、ここのねハンスのところの武器をね、あれに帰ってきた、アマコズミに帰ってきて、チーム HP をちょっとだけ持ってきたわ。でごめんなさいね、本当に参考になるかわからん、参考にならないかもしんない、全然参考になんないかもしんねえすんません。でうわーちょっと見残しか。でこれがあるんですよ、激減あるんで、まあ、安心と信頼の安心と安全の激減あるんで、それでまあ耐えしのいでいこうかっていう感じはするかな。で OK 行って倒して OK、 もうこれの繰り返しね、これの繰り返し。てかヘキサゼオンって腕6本あんだすごいね、千手観音みたいで、いいね、かっこいいじゃん。でこうしてまあこんなんで一緒、ウェイ2つ含ませて、これでどうだ、いけますね。で清少納言来ました。であもう当たれるんだ、あれ早くない、あれ早くないなんか全然ヘキサゼオンと戦ったことねえから、なんか無知がすごい、無知が露呈してる。待って、ごげしになってた今、ごげしじゃダメでしょ、いけないよねぐだってますね。で危ねすぎ。で打って、でちゃんとね回復しようね、回復しよう、ちゃんと回復して、 OK もうこんなんでいいでしょ、ごげしになったまたごげしやん、下手くそすぎ。でこれで倒して、で今度ね黒ヘキサゼオン闇なんで、闇特性なんでいけるでしょうか、これいけますかね、ロック解除はないんだ、ちょっと待って、これ打って激減も打って、こんだけ激減あんだったらでギリあったな、ギリ色がギリやったな。でちょっとこんだけ色あるんだったら、危ねえ、ヒヤッとした。でヒヤリハットね、これで倒す、いやでも激減張ってるからいいや、激減張ってるんでまあいけなくてもいけてもいいだっていう感じ。 OK で打って、激減まだ続いてるんで、ちょっとウェイ含ませよう、ウェイ2個作っちゃおうかな、ウェイ2個作っちゃおう。で OK これで贅沢にふんだんに使っていこう、ウェイを一つしか組めんかった下手すぎるな、本当にマジで下手すぎるな俺。で OK 半分切った、しゃくり半分切った。で覚醒無効か、まあまあでも あと1ターンだから大丈夫かあ待って、でもいやダメか、2ターンチャージで、うわ待ってこれ大丈夫か、激減張っといて、もうこんなんでいいや、こんなんで回復して、回復じゃねえわ、軽減張って、焦んな。で耐えて、で6000万耐えて、これどうしたらいいんだ、あとはミリ残しを気をつけるだけ、気をつけなはれやするだけ、あとはじゃあもうこれでいっていいですかね。 OK 4ゲシになってね4ゲシになって、でさあ、おそこが4ゲシになった奇跡あもういけそうやなこれ、ちょっと待ってこれつまんないね俺の実況つまんないね、ちょっと待って、なんか面白いこと言えないけど、面白いことがあんま言えねえ。でこれ打っちゃっていいかな、これ打って、でウェイ組みます、 OK OK
これでいいや。え、ご両親になったこればっかりじゃん俺。倒せ。オッケー。まあまあいけました。でこのパーティーね、結構使ってみて欠陥が見えました欠陥がありました。ダメージ吸収がありませんでしたダメージ吸収はなかったので、こことかアリエルとかのとこにダメージ吸収つけた方がいいかなっていうのはあるで、まあパーティーとしては悪くないかなっていう感じがするんで、まあこれでまあチーリン一体ゲットできたんで、まあよしとしましょうか。まあここにダメージ吸収かなっていう感じがするかな。よし、もしよければチャンネル登録、チャンネル登録なった気になったか分かんないけど、まあよろしくお願いします。じゃあねー。